お風呂に入っている時に、背後に何かの気配を感じたことはあるだろうか。今回はそれとは段違いの恐怖体験をお送りする。想像もつかない最後を迎えるので、ぜひ最後までご覧いただきたい。多分あんな体験しないと思う。まあ話せや。聞くわ。OK。わい、小学生の頃から幽霊が見えたんよね。正直この言葉話しただけで大体の人からは、は?って思われていたんだけど、小学校の頃に田舎帰ったら、祖父の墓の周りにジーパン履いたおじさんらしき人が10人近くおったんよ。当時の俺は幽霊とかそのような類のものに対して理解とか全くしてなかったから、おばあちゃんに向かってここって人いっぱいいるんだねって何気なく話したんよ。そしたらばあちゃんが急に真剣な顔つきになって、あんた、あれが見えるんか?ってかなりの剣幕で詰められたんよね。ふむ、ほほう。まだまだガキやったわいの中でそんなおばあちゃんの顔初めて見たからもう大泣きで手がつけられなかったらしい。だけど見えるんだもんって大声でばあちゃんに言い返してたのは今でもはっきりと覚えとるわ。ほんでお家に帰ったらその場にいた親族みんな集めて家族会議よ。俺は当時何がなんだかわからなかったからその場で黙って聞くだけ。会議の内容覚えてる?正直あんまり覚えとらん。無理もない。優しい祖母が見せた初めての表情にショックを受けたのだろう。そして、とうとう一致に何かが襲いかかる。その日を境に霊らしきものから随分とちょっかいをかけられるようになった。布団で寝てる時に足引っ張られたりとか、胸のあたりを心肺蘇生みたいな感じで押されたりとか、その度に泣いて父や母に相談してたんやけど、見えないからわからん。とか言われてもうどうしようもなかった。ちょっかいというか、だいぶ手を出されてるじゃないか。そんな状態で誰も理解してくれないなんて怖すぎるぞ。なかなかセンスあるわ。ジーパンがまた不気味なアンバランスに一役買ってる。でも、そこで必ず助けてくれたのがおばあちゃんやった。うちの父方の母なんやけど父が4兄弟でそれぞれ子供がいるんやけど、男の子の孫はワイだけやったから随分と可愛がってもらって、何かと気にかけてもらってたからばあちゃんに対する信頼とかはとんでもなくでかかった。そん時に部屋の四隅に塩まけだの。これ数珠的なものを持って寝なさいだのいろいろと対策してもらってた。数珠と塩ってやっぱ効果あるんや。ワイワイまでも意味あるとは思ってない。申し訳ないけど。清め始めててくさ。ほんでおばあちゃんに渡されたものを握って寝始めた一日目の夜。前よりひどくなってた。足を何か針のようなもので刺されたり、足元に石みたいな重しが乗っかかってるような感覚であったりと、あまりにもひどすぎて部屋で大泣きしてた。そして祖母を恨んだ。祖母は一致のためを思って持たせたのだろうが、そのせいでもっと怖い思いをするなんて、辛すぎる。逆効果は草。次の日の朝、祖母に夜会ったこと話すといろいろ黙って考え込んだ挙句、急に俺の目の前で頭下げてきた。ばあちゃん方言の訛りがひどすぎるから標準語で。ごめん、あんたに渡したもの間違ってた。今あんたが置かれてる状況で一番渡しちゃいけないものを渡してもらった。本当にごめん。あと二日だけだから我慢してくれ。で、二日も続くんか。二日後はワイが実家に帰る日。それまでになんとかする。って言われて頭下げられたばあちゃんが今でも忘れられんのよ。なんか半夜というか、もう何か覚悟したような顔やった。今でもたびたび夢に出てくる。そんな体験、一度でも怖いのにあと2回も。しかし、幼い一致は祖母が助けてくれると信じるしかない。その日からばあちゃんは自分の職場に足を運ぶようになってた。職場というのもうちのばあちゃんはそういう霊的なことを取り扱うような職場におったらしく、足腰が弱ってからは現役を引退したらしい。朝6時に家を出て帰ってくるのは、夜の21時とだいぶ長いこと職場に入り浸ってたみたい。そんで帰ってくるたびによくわからない水みたいなのを俺にかけたり、一緒に神棚に正座して念仏を唱えたりとかいろいろやってた。一日に4回くらい神棚の前に正座させられるのは正直辛かった。儀式始まった。現役復帰って相当やばかったんか。一致の祖母は、まさかの霊関係のプロだったようだ。しかも引退したのに一致のために復帰するとは、必死さが伺える。そして、いよいよ祖母による除霊が始まる。ばあちゃんに頭を下げられてから一日目の夜、ばあちゃんと寝ることになった。よくわからないお札みたいなのを部屋の四隅に貼り、ばあちゃんに守られる形で布団の中で寝てた。そして万が一のためにばあちゃんのお弟子さん、がうちの中に出入りするようになり寝泊まりする隣の部屋で寝たりしてたらしい。弟子来た。夜中の何時かはわからなかったが、窓枠がガタガタ震える音で目が覚めたんよ。うちの田舎昔ながらの木造建築だったから風で揺れてるんかなって思ってみようとしたらとてつもない力で顔を押さえられて。見るな。ってばあちゃんに怒られた。当時のワイも、あ、これ絶対あかんやつやと思って無視してたんやけど、外から。
おい、まるまる、迎えに来たぜ、まるまる。って窓の向こうの何かがずっと名指しで喋りかけてくるんよ。怖すぎ。怖き。しかしこの時、一致があることに気づく。確かに怖いって感覚はあったんやけど、どこかで聞いたことのある声やったんよね。で耳澄まして聞いてたらすぐ思いついた。あ、じいちゃんやって。じじい来た。まるまる。はよあけんか。まるまる。確かにじいちゃんの声でずっと呼びかけてきてた。もともとじいちゃんはタバコの吸いすぎで喉がやられてしまって、最後の方はもうかすれ声もはやうめき声で話してたのよね。それと全く同じ声で呼ばれたもんだから嬉しかった半分絶対に生きてるものじゃないって分かってもうわい大パニック。多分あの時漏らしてたと思う。タバコで喉潰した人の声って怖いよな。何この話。ほら、読みたくないのに読んじゃうんご。亡くなったはずの一致の祖父が外から呼びかけてくるとは、怖すぎる。早く終わってくれ。その夜、ばあちゃんに抱きかかえられたまま守ってもらい無事朝を迎えられた。ばあちゃんは涙ぐんだ目で。ごめんねー。ごめんねー。って言ってた。そして驚くほど痩せこけてた。そして実家に帰る当日、荷物をまとめてあとは家を出るだけ。ってなったんやけど昨日のことが怖すぎてもう家にいたくなかったから母と一緒に朝からお散歩に出てた。やはりばあちゃんは朝早くから足腰の痛い中、職場に向かっていたためかおらんかった。で、母と30分ぐらい散歩に出かけて家に帰ろうとしたんやけどそこでは大泣き。家の前にじいちゃんと知らん人が何人もおる。もう家の玄関まで10メートルってとこでそこから足が踏み出せなかった。ここから先は行ったら絶対にヤバいって直感がそう言ってた。ひえ、迎え来たー。おっかね。直感はワイも信じてる。祖母の必死の除霊が効いていなかったのか、まだ一致を狙っているようだ。無事に帰れるのか？母に事情を説明し、中にある荷物やら何やらを全部出してきてもらった。散歩してる最中にどうやらばあちゃんは帰ってきてたみたいでばあちゃん、父、おじ、おば、いとこがみんな裏口から出てきてた。車に荷物を乗せて、帰る時にばあちゃんが近くに来て。まるまるちゃん、あんたこれ持ってなさい。そしてどうしてもダメになりそうって時におばあちゃんのことを心の中で何度も呼びなさい。絶対に守ってあげるから。体には気をつけるんよ。おばあちゃん行ってくるね。って言われた。当時はもう頼れるのがおばあちゃんしかいなかったから家に帰るのすら怖かった。帰り道何かに合うんじゃないかとか、事故に遭わないかとかいろいろ心配になったがなんとか無事に家に着くことができた。その夜はおばあちゃんが帰りに渡してくれたお守り、巾着を握りしめて寝ることにした。気づいたら朝になってた。何事もなく朝を迎えられたんだとまたそこで泣いてしまった。多分その時泣き虫やったんやな。無事でよかったわ。何事もなく家に帰れてよかったな。そして中学校に上がるまでまるで田舎で起こったことが嘘のように何もなく無事に過ごすことができた。その時ももらったものは肌身離さず持ち歩くようにしてて同じクラスメイトからはなぜか生姜くんって呼ばれてた。お守り、神社、生姜らしい。生姜くんで草。生姜くん。ちゃんとお守り聞いてたんやな。祖母の必死の除霊によって一致は平和を取り戻したようだ。しかし、今度は一致を不安が襲う。そして中3になったある日、当時隣の部屋で寝てたお弟子さんから電話がかかってきた。しかも夜中に。孫を守ってくれー。実地孫の守護霊になったれよ。流れ変わったな。そして、そこからはおそらくお前らの想像通り、ばあちゃんは亡くなっていたらしい。しかも、Y が帰った1ヶ月後に。なんで何年も連絡してくれなかったのか聞いてみると、どうやらばあちゃんに亡くなったことは、三回忌が終わるまで〇〇には言わないでほしいって口止めされてたらしい。そのことを父や母に聞いたら、知っている。だってさ、なんでかわからないもやもやとばあちゃんの最後の姿を見れなかった悔しさで、その夜はずっと部屋にこもりっきりだった。そんな攻撃的な霊って存在するんか？扉開けてたらどうなったんやろ。霊はガラスや襖すり抜けられへんのかな。一致の言う足が刺されるだとか重くのしかかられる感覚があったっていうのが、ほんまなら入ってきてると思うけどな。だな。確かに。わかりにくくてごめんな。その事象があった時は別の部屋で寝てた。ばあちゃんと寝てた時はなかったって伝わってくれたら嬉しい。今度詳しい事情を話すからそちらにお伺いしますとお弟子さんが電話を切ると聞いていたので今はそれを待つことにした。その時に全てを聞いてやろうって。そして当日、スーツに袖を通したお弟子さんが家にやってきた。家に入るなりは笑み深々と頭を下げ。おばあ様が亡くなられたこと黙っていて申し訳ありませんでした。と言ってきた。そしてワイはお弟子さんにいろいろ聞いていた。職場に向かっていたばあちゃんはもう自分が、抜きでいたこと。万が一、あの夜にばあちゃんが、
だらお弟子さんがどうにかしようとしてたこと。その時渡したお守りみたいな巾着が実はおじいちゃんが生前肌身離さず持っていたものであること。ワイが帰った後はおじいちゃんが守ってくれたこと。いろいろと話してもらったがどうしても最後のことが気になって仕方なかった。じいさん味方やったんか。ちっち。じゃああの霊体は何だったのか。どうやらその霊体はうちの村では有名な霊らしく、本人の一番好きだったものに化けて呼びに来るらしい。その日の夜は、生きてたばあちゃんと、んだじいちゃんの二人が守ってくれていたということも伝えられた。俺は嬉しかったがほえー、と間抜けな声しか出せなかった。怖かった反面、やっぱり大好きなじいちゃんも守ってくれたんかって嬉しかった。なんと外から呼びかけてきたあの声は祖父ではなく、別の霊だったようだ。それにしても、文字通り命がけで守ってくれるとは、一致に対する祖父母の愛情は計り知れない。じっちばっぱにご冥福をお祈りいたします。バッパの村で有名な霊なのに一度も除霊成仏してもらえなかったんか。そんだけ強かったんちゃう？噂なんやけど、その霊を払おうとして数人行ったんだとか。取り憑かれた人か見えた人も連れて行かれるん？見えた人はわからんのよな。その辺の話はよう覚えとらん。ごめんな。そしてお弟子さん曰く、今日は話しに来たのとうちのばあちゃんが渡してきたものを回収しに来たそうで言われるがままその巾着を渡した。だが、その中に入ってるものがどうしても気になったわいは中身を見せてもらうことにした。それで中身は何だったん？中の巾着を開けてもらうと、小さな紙切れが出てきた。どうやら写真だった。じいちゃんとばあちゃんが仲良く写ってる写真が入っていた。そしてその写真の中が、くるむように一枚の紙切れが入っていた。何かお札みたいなものの真ん中に確かにばあちゃんの字でわいの名前が書いてあった。すげえ。二人で守ってくれてたんやな。守ることはできるけどバッパすら連れて行かれるってなんか不思議やな。そしてお弟子さんが帰るということで下まで見送りに行ったんだけど、帰る時にこっち振り向いて。では、これで失礼いたします。って言ってたんやけどこっち見た瞬間泣き始めた。あかん。鳥肌。どうやらうちのばあちゃんとじいちゃんが並んでワイの後ろにおったらしい。とびっきりの笑顔で。そして、あいつも一緒に。あいつ？あいつ？どうやら俺にちょっかい出してきてたやべえやつの他にまだ何人かおったみたいでそいつの残ったねんみたいなのがまだおったらしい。でわらわらやん。まだおるのにバッパ何笑てんねん。お弟子さん曰くがいないとか言っとったけどめっちゃ不安やん。と思ったけどそのお弟子さんは。大丈夫です。って言って足早に行ってしまった。っていうなんとも後味の悪い終わり方やけどこんな感じなんよね。今のところ霊障とかは全くないから別にいいかなってもう気にしなくなっとるんやけども。なるほどな。不思議な話をありがとうやで。わい有名な寺の息子やから一致についてる霊払ってやったわ。もう安心してええで。なんか質問あればある程度なら答えるわ。ああ、トイレ行けね。ちなみに田舎バレるのもどうかなと思ってうまいって思っとったんやけど。ばあちゃんの食用いた子です。弟子に気はどうなったんや？それから今までの数年間全く音沙汰なしです。あの去り方怖かったからマジで豆腐の角に頭ぶつけろってたまに思う。バッパは一致の身代わりで亡くなったの？そう自分の中では解釈してる。だから、今も仏壇に手合わせるのと毎年お墓参り行くのを欠かしてはいない。今は田舎行ってもお守りないのになんともないん。ジーパン集団おらへんの？それがなんともないんよね。ジーパン野郎はおらんけど普通にお盆の時期はうちとかにようおるの見かけるけど。どこの地域なんか気になるわ。いた子でググれば大体やけどわかるで。いい田舎階段だった。見えるのは覚醒遺伝だったんかね。ワイは子供の頃近所の広い墓場で走り回ってたけど心霊的なことは何も起こらんかったわ。うちの娘の同級生の家の前がお墓がたくさんあるんだけど、その同級生が夜中にパソコンの前に霊がいるんだって言ってたらしい。かなり優秀で学年で1番2番の成績だったのに不登校になって会わなくなってしまった後、引っ越したらしいが関係ないか。ジーパンというのがかなりセンスある。装束とかだったら全然ダメだった。はじめじっちが悪用化したんかと思った。声真似るんよね悪い霊は。いた子でよかった。なんかカルトに入っとるんかと心配した。塩はマジで効かんよ。アラジオじゃないといかんとか言う人もいるけどワイは全く塩効かんかった。素直に楽しめて満足じゃ。もしや親父さんが目玉だったりしない？昔からいる霊が時代に合わせてアップデートしてるの怖いね。別に嘘だとか存在しないだとかどっちでもええわ。ただこういうオカルトはやっぱり面白い。ワイも、不可思議なことが存在しない方がつまらんし。現実見たって理不尽だらけなのにそれが絶対正義みたいな考えしてる人って病んでるなと思う。やっぱり見えない方のが幸せやな。見たくもないのに見えてしまうのはかわいそうやわ。面白いんを。
思っちゃいけないんだろうけど、Y も見えたい。今回は、イッチが幼い頃に経験した恐怖体験をお送りした。それにしても、イタコってどんな依頼を受けるのだろうか。ちょっと怖いが、調べてみよう。最後までご視聴ありがとうございます。動画内で出てきたような体験談や、霊に対するおすすめの対処法があれば、ぜひコメント欄で教えてください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。